1727年の英語版の日本史の表紙。日本史は17世紀末に手島のオランダ商館に勤務したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが江戸時代日本での見聞をまとめ執筆した書物。エンゲルベルト・ケンペル日本史に掲載された江戸の地図。ヨハン・カスパル・ショイ・ヒツエル作成。彼の遺品の多くは遺族により3代の イギリス国王に仕えた寺院で熱心な収集家だったハンススローに売られた。1727年以降英語に訳させたスローによりロンドンで出版された。日本史はフランス語、オランダ語にも訳された。ドイツの啓蒙思想家ドームが老い、ヨハン・ヘルマンによって書かれた倉庫を見つけ、1777-79年にドイツ語版を出版した。日本史は特に フランス語版が出版されたことと、ディドロの百科全書の日本関連項目の記述が、ほぼすべて日本史を転居としたことが原動力となって、知識人の間で一世を風靡し、ゲーテ、ガント、ボルテール、モンテスキューラも愛読し、19世紀のジャポニシムに繋がってゆく。学問的にも、すでに絶滅したと考えられていた胃腸が日本に生えていることは、生きている。 化石の発見と受け取られ、ケンペルに遅れること約140年後に、日本に渡ったフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトにも大きな影響を与えた。シーボルトはその著書で、この同国の先人を検証している。著者の中で、日本には、生殖的皇帝と世俗的皇帝の二人の支配者がいると紹介した。 その日本史の中に付録として収録された日本の対外関係に関する論文は徳川綱吉政治の日本の対外政策を肯定したもので日本史出版後ヨーロッパのみならず日本にも影響を与えることとなった。また日本史のオランダ語版を提本として静木忠夫は共和元年にこの付録論文を訳出し題名があまりに 長いことから文中に適当な言葉を探し、鎖国論と名付けた。日本語での鎖国という言葉は、ここで誕生した。1727年の英訳に所集された、シャム王国史は、同時代のタイに関する記録としては珍しく、非カトリック、非フランス的な視点から書かれており、タイの歴史に関する貴重な情報源となっている。 スローンが購入したケンペルの収集品は大部分が大英博物館に所蔵されている。一方ドイツに残っていた膨大な蔵書類は差し押さえに遭い散逸してしまった。ただし彼のメモや書類はデトモルトに現存する。その現行の工程は最近も行われており、日本史は彼の意向と英語の初版とではかなりの違いがあることがわかっている。年に 彼が残したオリジナル版が初めて発表された。故郷レム号には彼を検証してその名を冠したギムナジウムがある。日本語訳としては、今井聖編訳、日本史日本の歴史と気候が1973年に霞が関出版より刊行され、その後、1989年に改訂造法版、2001年に審判が刊行されている。ただし、これは、 ドーム版に基づいて翻訳されたものであり、ケンペル自筆原稿と内容が異なる。現在では、ボルフガング・ミヒエルが中心となって2001年に発表した原点批判版、今日の日本、それに加えて、ケンペル全集や大英図書館に所蔵された各種、ケンペル資料に基づいて研究を進めていくのが、世界的なケンペル研究のスタンダードとなっている。16から17世紀に、 日本を訪れたヨーロッパ人は万世一系の高騰とその異例の古さというセオリーを受け入れていた。江戸時代、日本初期研究者たちは神武天皇が王朝を創建した年の計算を行っていた。この神話的な日本建国の年代をヨーロッパ人たちは西暦に計算し直して報告していた。日本史はそれを明治時代に制定された。 神武天皇即位紀元と同一の紀元前660年とした最初期の例である。日本史では以下のように説明している。三番目かつ現在の日本の君主制、すなわち、王大神皇、役中、天神七代、知神五代に続くものないし、最終者的世襲皇帝は、キリスト前660年に始まり、それは中国の皇帝、慶王、中国語の発音では、 不意安の治性17年のことである。この時から、キリスト期六1693年まで、すべて同じ一族の114人の皇帝たちが、継続して、日本の定位についている。彼らは自分たちが、日本国の最も神聖な創建者である、アマテラス大臣の一族の最も古い氏族であること、そしてその長男の直系であり、代々うであることを極めて重んじている。 エンゲルベルト・ケンペル、日本史続いて、日本で書かれ刊行された二つの年代記を参照して、歴代天皇の名前と略伝を列記している。ケンペルは、天地創造が、キリスト紀元前4000年頃の出来事だという、計算が信頼されていた時代の人であり、これを古代史の年代計算の妥当性の基準にしていた。日本史の中では、日本の猿歴史家が中国の帝王、 くっつの統治開始年をキリスト紀元前2万1106年と算出していることに触れ、それを帰却しつつ、上記の基準すなわち神による天地創造の意向とされた小王朝の年代設定には寛容であった。ありがとうございます。